1>, 1月15日月曜日の今日は、小正月です。7日までの松の内を大正月と呼ぶのに対し、15日を小正月と言います。松の内に忙しく働いた主婦をねぎらう意味で、女正月という地方もあります。そしてね、この日はね、上限っていうね、まあ、あのー、3つのね、3元っていうのがあるんですけども、このうちの上限っていうね、月に当たります。 この日にね、小豆粥を食べると、その一年中の疫病が避けられるとね、言われているんですけれども、ちなみにね、7月15日を中元、10月の15日を下元と言います。この上元、中元、下元の3つの総称を三元と言います。まあ、もともとはね、中国の道教の行事であるんですけれども、ちなみに中元というのはね、 あの、お盆とかっていうのはね、日本では行事として残っていますね。で、加減に関してなんですけれども、あの、中、古代中国において、先祖の霊を祭る行事だったわけなんですけれども、後に物意味を行いまして、経典を読み、読んで、厄災を逃れるよう祈る日となったそうなんです。で、日本ではね、この日にお行われる行事や、 加減とね、称する行事っていうものはないんですけれども、この前後の日にね、収穫を感謝する東海やイノ子などが行われておりましてね、日本に伝わった加減が各地の収穫祭と結びついたものと考えられているそうです。で、三元を司る神をね、三冠大帝っていうふうに言うんですけれども、この三冠大帝っていうのはね、竜王の三人の娘と人間の チンしちんとの間にね、生まれた竜王の子孫であります。彼らの誕生日が三元として祝われるようになったわけですけれども、三元はね、一年を三等分ではなくてね、二対一対一。これは六ヶ月、三ヶ月、三ヶ月に分けているんです。いずれの日も十五日、つまりね、ほぼ満月に当たるわけなんですね。ちなみにこの六三三。 なんか、あの、気標をやりますよね。小学校が6年、中学校が3年、高校が3年っていうね、633教育にもつながっているのかな、なんていうふうに、ちょっと感じたりしました。